アルブレヒト・クリストフ・ビルヘルム・フォン・ディーツは、ドイツの画家、バイロイトに生まれた。商業学校、実業学校を卒業した後、1855年に、ミュンヘン美術学校に入学し、ピロピの下で学べ始めるが、4週間ほどで美術学校を辞め、独学で、絵やデザインの修行をすることになった。雑誌、フリーゲンでブラターやミュンヘナー・ビルダー・ベジェンの、 刺し絵で知られるようになった。1871年に詩人フリードリヒ・ヒホンシラーの30年戦争に関する物語の挿し絵を描いた。その後、風俗が動物が風景画も描くようになった。1871年からミュンヘイン美術学校の校長ビルヘルムフォン・カウルバッハの下で美術学校で教え始め教授となった。 多くの画家たちを教えるとともに、色彩表現を重視する新しい流れを作った。ディーツの教えを受けた学生には、フランツ・マルク、マックス・スレイ・ホークト、ビル・ヘルム・トリブナー、ルート・ビヒ・ホン・レフツ、レフラー、ヘン・フリンク、ジェニス、ディート・リヒ、エージェンズ、フリッツ・マッケンゼン、グスタフ・ベルトハイマーらがいる。1883年の国際展覧会で、 羊飼いの祈りで金賞を受賞した。ありがとうございます。